年末年始は厳密な定義はないが、1年の終わりから翌年の初頭の期間の総称である。当項目では日本における年末年始を主題として解説している。この期間を含め大まかに、例年12月最後のことを年末、年の暮れあるいは暮れ年のせ、1月前半のことは年始、年明け、新年、年始めということがある。年末年始の過ごし方は、 文化圏によって異なる。日本の場合、元日の前後数日間にわたって、休日となることが多い。災害避難所になっている場合など一部を除いて、学校は冬休み、国や地方自治体の役所は公実の法令により12月29日から1月3日まで、6連休となり、多くの企業もこれに準じる。1873年1月7日大上官布告、第2号。 休暇日をテーマによって、1月1日から1月3日まで、6月28日から6月30日まで、12月29日から12月31日までが連休とされた。このうち、名護市の大払いの連休が実施直前の6月23日になって取り消されたため、残った年末年始の実質的な6連休が以降、定着することになる。 この法令は1947年を限りに執行しているが、その後も慣例となり、1988年12月13日、法律第91号、行政機関の休日に関する法律によって、役所限定ではあるものの再び法的根拠を得ている。ゴールデンウィーク、お盆と並んで、子供を連れて帰省したり、海外旅行をしたりする家族が多く、期間の初期や末期には、 ターミナル駅や空港が混雑したり、高速道路の一部区間が渋滞したりする。海外旅行は近年はカップルや学生など若者が主流となっていて、子供連れは2001年アメリカ同時多発テロ後、特に2004年以降は減少傾向である。JR の特急回数券などの一部の特別企画乗車券が利用不可能になる繁忙期となる。ただし、 日本に観光ビザで入国する外国人旅行者専用のジャパンレールパスと一部の特別企画乗車券は利用可能である。多くの公共交通機関では12月30日から1月3日の間、休日扱いのダイヤとなる。初詣での利便のため、大晦日から元日は終夜運転を行う事業者や最終列車の繰り下げ、始発列車の繰り上げを行う事業者も多い。 また、年末年始は通常ダイヤと異なる特別ダイヤで運転される場合もある。12月29日については、JR は土曜、日曜と重ならない限り平日ダイヤで運行されるが、公営交通や施設は事業者により平日、休日の対応が分かれる。なお、JR の首都圏における普通列車グリーン圏は12月29日は、 平日ダイヤで運行される場合であっても、ホリデー料金となる。一方、青森市営バスなど、土曜、休日のみ、利用可能な1日乗車券については、土曜、休日ダイヤで運行される平日は、利用不可とする事業者もある。貨物列車については、年末は、運転本数が少なくなり、12月31日から1月3日は、原則として、運休となる。 しかしながら、元日については、貨物のほか、長距離旅客の流動が少なくなる。この日に合わせて、列車の運休を伴う工事や調整を行うことも、ある。ETC 割引制度は、年末年始であっても平日、休日の区分は、カレンダーの曜日に従っている。月退勤と土日宿で料金を分けている、コインパーキングの場合、1月1日と元日の、 振り替休日を除き、年末年始であっても、月退勤と土日宿の区分は、カレンダーの曜日に従っている場合があるの、駐車料金を高くしている場合がある。このため、1月1日と元日の振り替休日以外の、年末年始の月退勤の8時15時を含んだ、時間帯に駐車した場合、高額な請求を受ける場合がある。多くの企業や店舗でも、 この期間を休日としているところもあるが、年末年始の時期は、クリスマスや正月のお年玉や初売りなどに焦点を当てて、年末年始商戦をする業者も存在する。帰省、U ターンラッシュを担う交通機関や、買い物、行楽客が訪れる、物販、飲食店やホテル、旅館など、年末年始が書き入れ時となる職場では、正月前から正月明けにかけて、 交代で休みを取り、混雑や料金が、最ピークの正月時期を避けて旅行などをすることもある。マスコミ業界でテレビは、おおむね12月29日から1月3日まで朝、昼のニュース番組、ワイドショーを休止して、年末特番、バラエティ特番、1年のニュースドラマの一挙再放送、後日のスポーツ中継を放送する。ラジオは、スポーツ中継とニュース特番がある日や、 特定スポンサーの番組以外の時間は通常、編成のつぼねも多い。かつては、テレビでも一部時間帯を除き、通常編成を行っていたほか、年末については、平成初期頃までは、早朝の時間帯のみ通常編成を行っていた、つぼねも多かった。新聞もこの期間は夕刊が発行されず、長官のみの発行となるが、1月2日は、長官も休刊となる。 また、1月1日の長官は、元日特別号として、通常よりページ数が多くなる。年の一発詣に向かう人々、ありがとうございます。